こんにちは、えっちゃんです。今回はですね、私おバカなゲームシリーズ結構昔からやっているんですけれど、今回ねクイズ系のバカゲーなんですけど、新しいものが手に入ったので今回やっていきたいと思います。まあね、最近出たアプリなのかな、もうちょっと前に出たアプリなのかな、もう知ってる人もいるかと思いますが、最強の脳トレというこちらのゲームになります。最高におバカなゲームに似ていて、かなり難しくなっているという噂なんですよ。まあ早速やっていきましょう。スタート。はい、あ、似てますね。最高におバカなゲームに非常に似ている。一番大きな数字を選んで、あ、もうヒント出ちゃってるじゃん。10だね。最大が最大のサイズである可能性があります。ちょっと日本語がおかしいから海外のやつかな。一番短いのはどれ。同じパターンで言うと、え、なんかもう答えちゃうんだけど、カニ。カニが人間より短いのは常識です。あ、もうね、絵で言うんじゃなくてってことですね。では続いて3問目、最も遅いカタツムリ。これはね、動いてないんでね、わかりました。では続いての問題いきます。おばあちゃんを助けましょう。緑、助けるどういうこと。こう、あ、道路を動かしてなんとかできました。おばあさんは道路を渡りたかったってことですね。続いて、なんだ簡単じゃんね、全然簡単。今のところ正しい手順でクリックする。ちょっと日本語が難しい。え、リンゴ、猫、レシピ。正しい手順がよくわからん。 1,2,3 違う。アップル。正しい手順、レシピ見てリンゴでなんか作るじゃない。リンゴで何作ろうかな。猫が、え、正しいの。ABC ね。惜しい。英語にするとこまではできたんですけど、ブックなんだね。ABC ってことか。わー、ちょっと今のは正解したけど正解してないね。次、長方形を作りましょう。え、長方形を作る？長方形。長方形、え？あ、端に寄せてね、長方形ができたよっていうやつですね。はい、次。弓はどの方向を指していますか？どの方向？右だね、これは。え？あ、左だ。この手はこっち向きだからってことか。うわー、騙された。うっかり。左ボタンを指して、あ、でもさ、これさ、わかる？こうやってやってるから左手が左を指してるのかなっていうね。食べられないものはどれ？これ見たことあるね。最高におバカなゲームでもあった気がする。これや。え？タップできない。違うの？豚？え、食べられないもの。振る？え、このソフトクリームの上じゃないの？え、どうしたらいいんだ？え、お皿か！うわ、これ最高におバカなゲームやったことあると逆に不利なやつなんじゃないですか？まんまと騙されましたね、一瞬ね。うわー、これ難しい。けど今のところ順調。そのまま行きましょう。懐中電灯の光はどの方向を指していますか？光ついてる？これ光ついてなくない？正解はない。電気はついてないから光がない。これは簡単ですね。3つの数字を選んで合計で10にしてください。これが9ってことかな。あ、でもダメだな。あ、こうやって選べるんだ。待って、え、本当にむずくない？10にするんでしょ。ひっくり返しようもないもんな。10、3つの数字を選んで合計で10にしてください。これね、ちゃんと考えればわかるはずなんだよね。9足すじゃダメだもんな。6足す2足す2、こういうこと。あ、なんだ、全然難しく考えなくていいんじゃん。まだ問題を長い時間考えていますか？煽られてますね。ちょっと煽られてるんで、もうポンポン答えてやりますよ。じゃあみんなもね、一緒に考えよう。違うリンゴを見つけましょう。はい、あ、これだ。ありました。うら、早い、どや。やりますね。だって。じゃあ次、規則性を見つけましょう。車はどの場所に駐車すべきですか？11、5。これひっくり返すとかあるよね。でも3がない、意味わかんないよね。どの場所に？規則性？
難しいなこれ。5、21、15、05って書いてあるのが気になるけど、規則性ね。0、2、1、3、1、3。05？確定。うわ、難しい、これ。これむずくない？止めることでってやつ？11だ！正解しました。前より頭が良くなった気がしませんか？皆さんも、だんだん。私ね、今手こずりましたけど、頭の回転が良くなってきてる可能性ありますね。お！パンツに穴が開いてるな。穴だらけだね。あ、裏とかはないんだ。いくつの穴がある？これはまず、太もものあたりに1、2個。で、上に3、3つ目でしょ？で、足で4、5。でも後ろも透けてるから、6、7かな。正解！はい。後ろが透けてるってことは、裏も穴開いてるってことですね。トランプを N 回クリック。N イコールトランプの点数。点数、数字のこと？これは、9だね。正解！トランプはハートの9。これは簡単ですね。2枚の絵で違う点はいくつありますか？これは間違い探しか。単純にね。まずは、手足のところでしょ？が、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10箇所と、お目目の向きは同じで、フォークの、あれ、足が1個違うかな？ 11 個！え？そんなにない？あ、フォークのスプーンがもう1個だ。12個！正解！ガニには10つ、フォークには2つの点があるで、合計12だ。12だ。ちょっと日本語大丈夫？ガニって何ですか？カニだね。まあいいでしょう。じゃあ次行きましょう。犬を隠してください。布は被せられないの？ほっ。隠せたー。これはさっきのね、移動系だね。見事だ。上からだ。次だ。このゲームは楽しいですか？レビューをお願いします。きっと素敵だ。次のステージへ。チェック。ステージ12、これだけなんだね。あ、17ね。これステージ18です。パソコンの電源を切ってください。このボタン絶対違うじゃん。シャットダウンボタンは？電源を切るんだよ。モニターオフだよ。このボタン、後ろのボタン絶対違うけどな。これなの？これなの？簡単だって言うけど、私こんな後ろに赤い危なさそうなボタンのパソコン見たことない！お前の常識を押し付けてくるな！これはどこの国のゲームなんですか？いや、作れるのかもしれないけどさ。ろうそくはいくつある？あ、これまたあれじゃん。移動するやつじゃん。うわ、いっぱいあるし。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。どや！はい。これはね、もうね、後ろに隠すなんて本当にね、意地悪すぎる。細心の注意を払うこと。生徒を助けてください。ちょっと言ってることがわかんないんですけど。1たす1たす1たす1。1たす1たす1たす1。1たす2たす1たす2は、6。じゃないの？全部足すってこと？まだステージ20なんですけど。これは、ちょっと待って。全部足すってこと？14。違う。イコールを聞いてるんじゃないの？生徒を助けてください。110。119。なんだっけ？110番とかじゃなくて？助けてください。SOS みたいな？生徒、どこ生徒？なんだっけ？110番、119番、あと何があんの？ 119 以外。何これ？ 117？ あれこれ時報だっけ？なんだっけ？違う、そういうことじゃない。SOS？ むずくない？何これ？生徒を助けてください。やっぱ問題解けってこと？6じゃないの？違うよね。そんな簡単なわけないか。実はこれ7的な？ 7 的なそれ？あ、問題が実はなんか触ると違うとか？マイナスになるとかでもないね。ちょっと、ステージ20にして、ヒント見ていいですか？すいません！正解は32？ なんでもうさ、答えを言っちゃうわけ？なんで正解の、あ、あー！開業！うわー！
これずるくない？開業してるんだ。そういうことね。問題文をきちんと読む。これはやられた。みんなわかりました？もしかして。うわ、わかってないの私だけかな。みんなコメント欄で余裕だったとか書かないでよ。次、各皿に一つの肉まんを置いてください。各皿に、あ、こうだ。これはね、見たことありますね。この肉まんには食欲が湧かない餅だからね。次、トランプを小さい順にクリックしてください。小さい順ね。1、5、7、9、K。 これはね、さっきの6と9のやつに似てますね。続いて、私たちから一番距離が遠いのはどれ。水、金、地、火、木、土、天、海、明的なやつだよね。遠いの、遠い、太陽、月だっけ。あ、そういうことじゃない。一番距離が遠いのは私。一番距離が遠いの歴史。何、月でも太陽、星、違う、太陽でもない、歴史でもない。距離が遠いのはどれ。私からだから、胃腸だ。わ、私たちって文字からね。やられました。葉は私たちという言葉から最も遠いっていうね、私たちって文字からってやつですね。次、机の上に本は何冊ありますか。なんでこれタップすると、何冊？ 1、2、3、4。机の上にはゼロだ。机がなかった。うわ、騙されそうだと。普通に4とかやるとこだった。机がないから。今何時。今は、これ多分ね、普通の時間書くやつだね。やったことあるもん。2時、間違えた、02、2時9分。正解。ほら、これ上の時計見がちなんだけど、これ似たようなの最高におバカなゲームであったわ。うわ、何問か難しかったな、あったけど、これやったことあるのを、まあ、そのまんま出てたら大丈夫なんだけど、ちょっと違う、あのソフトクリーム事件みたいなね、のがあると結構難しい。はい、これは正解しました。続いて、写真をフレームの中に動かしましょう。写真はないぞ。これか。あー、正解。文字のパターンね。いいね。はい、みんなもこの動画面白いとかね、楽しいと思ったら高評価、いいね押してね。次、ステージ27、すべての偶数をクリック。偶数、これ、私算数できないんだよ。あれ、できた。2002年に偶数協会は0を偶数と決めました。だって。へえ、普通に勉強になるけん。2002年かね。続いて、円を見つけましょう。これだ。違う、円、丸だ。はい、これもね、見覚えがある。なんて小さい。次、食べられるものを見つけてください。これソフトクリームの上のパターンじゃね。じゃない、さすがに違う。これコーンの下だよね、多分。こういうことだ。うんちのまんまじゃ食べられません。ということで、アイスクリームをもう食べたくない気持ち悪いということで、これも見覚えありましたね。続いて、年に1日だけ働ける人は誰。これサンタさんじゃない。1日だけのクリスマス、恋人はサンタクロース、背の高。次、あ、ステージ31まで来ました。どこまでできるかな。もうちょっとやっていこうか。夜です。最も輝いているものは何でしょう。輝いているもの、月。電気でもない、太陽だ。夜でもね、見えないけど太陽輝いてるという。はい、確かに。うわ、何これ、何これ、やめてやめて、マジでわからないんだけど。答えを入力。数字、2sin×cos×って書いてある。これ x か、 x なのかな、かけるなのか x なのかわからん。2n×cos×わからん、こんなの。何、サイン、コサイン、タンジェントみたいな、タンジェントみたい。やばい、私本当にわかんないんだよ。サイン、コサイン、タンジェント、これ何なの、ハテナなの、てかこれそもそも。ヒント、正解は6。正解は 6? なんで教えて。あ、何、あ、今何時。さっきの回答と同じじゃん、これじゃダメだよね。あ、普通に計算しろってことだったのかな。うわー、難しかったです。このゲームを採点してください。 A10 分、B8.6 点、4点、2点、F10。
え、なにこれ難しい。ゲームを採点、全部違うじゃん。あ、満点。なるほどね。もう満点って言わせるっていうね。ありがとうございます。どういたしまして、もう半分やらせてます。全部箱に入れてください。全部箱に入れてください。できました。4次元ポケット、これはポケットではなくて箱です。次、35まで来ました。脅迫性障害の患者は我慢できません。何何、急にこれがね、許せないってこと。わあ、問題の癖が強い。今ね、こすっただけなんですけど、とても簡単だって言うけど、結構難しかったよ、今の。こするって想像簡単に出てこないです。次、等式を成立させましょう。え？はい。あ、そういうことじゃない？ 7、足す、文字が動くわけでもないんだよな。あ、1位は1。また隠すパターンでしたね。このパターン多いね。素晴らしい。次、禁煙です。はい。煙をこすって消すってことですね。問題を理解することが重要だ。Make sense。これ理解したって意味だって聞いたよ。はい、ではね、続いて。今回はね、ステージ40まで行きたいと思います。結構ね、問題数このゲームあるらしくて、今回は40まで行きたいと思います。いくつの穴がある？これは前と同じな、1、2、3、4つかな？はい。今回はね、後ろ透けてないので、4つだね。でもここまで汚くさ、靴下履くことある？なくない？こんななるまで履かんやろ。39問目。辺の数が一番多い図形を選びましょう。辺の数？ 1、2、3、4、5。1、2、3、4、5、6。1、2、3。これ？そういうことじゃない。辺？多い。選びましょう。また後ろにあるとか、そういうわけじゃない。辺？丸？円は無限に多い辺を持つ図形。難しい。算数すぎ。算数、数学はよくわからんけど。じゃあ続いてこちら。最後です。へそくりを奥さんに見つからないようにできますか？タップしただけ？へそくりを隠すのが上手だね。へそくりなんか隠したことないんですけど、てか今普通にタップしただけだったよ。ちょ、もう一回やっていい？ほら、タップしただけなんだよ。なんか勝手にへそくり隠すの上手いみたいになってますけど。はい、ということで、今回はね、ここまで40問もやっちゃいましたよ。最高におバカなゲームに似た最強の脳トレっていうゲームなわけなんですけど、もしね、今回も好評だったら、次回41ステージからね、やっていきたいと思います。皆様もぜひやってみてください。最高におバカなゲームのね、動画もね、過去の動画、ゲームの再生リストの方にたくさん上がってますので、皆さんそちらチェックしてください。皆さん、次回もお楽しみに。皆様の、チャンネル登録とか、高評価とか、コメントの方が力になるので、それがたくさんあったら、ぜひ続きもやりたいなと思います。では皆さん、この動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。